色調補正とかポイってかけてみても、うん、はい、どうもこんばんは、カズチャンネルのカズです。まあ私はですね、皆さん知っての通りね、ロマンなんですよ。意味わからない、なんだろう、男の夢的なものを集める、まあ収集家的な。というわけで本日早速も行ってみましょう。いざ降臨、ブーン。はい、実はですね、これエグゾディスプレイを搭載した世界最小の13インチディスプレイノートパソコンでございます。まあとにかく特徴はね、薄い、軽いなんです。気になる重量はなんと 1.2キロ。まあただ 1.2キロってなるとさ、どんぐらい軽いのって思う方もいらっしゃるでございましょう。もう簡単ですよ。こちらのノートパソコンをですね、はい、68台重ねてようやく私一人分の82キロ。いやー、痩せねえとなー。まあただね、軽いだけでなんかいろいろ使いにくさとかあったらね、ダメだからね、まずはね、外サイド部分確認していきましょう。はい、ではね、確認してみると、ここほら USB3.0 でしょ。ほんでこうですね、SD カードスロットもねございます。ほんでね、反対側の方行くと、端からね、これ電源、そんでここイヤホンジャックにもう一個ね、USB3.0、 ほんでこの横ですよ、そう、USB-C でございます。いや、このサイズの割にですね、ここら辺の拡張性はね、頑張っておりますね。ではですね、早速ちょっと開いて中の方を見ていきましょう。ではね、早速オープンでございます。まあ私の場合は毎日ね、動画編集をするんですけど、皆さんはね、決してそういうわけではないと思います。やっぱね、会社とか学校とかでレポート作成に使うこと多いんではないでしょうか。はい、ではですね、早速作業行ってみたいなと思います。ではね、右側にレポート用で、まあメモ帳でも開いておきますか。ほんで次、左側の方にね、ポイッと、はい、よくですね、皆さんも、左側の方に資料、ほんで、右側の方に、メモ帳、まあ、ワードなり何なりを広げることあるでございましょう。左を参照して、そんで、右側の方にね、いろいろ書いていくっていうことがですね、可能でございます。そんで、これ面白いのがね、これ13インチという大きさで、なんと解像度がね、3200×1800。例えばね、今、こっちにね、ブログ開いてるけど、はい、今はですね、ちょっと小さくしてみたんですけども、この通りです。わかるかな、これ。すごい文字が鮮明だよね。だからね、目がね、疲れにくいんですよ、小さい文字でやっても。そんでね、もう皆さんわかると思うけども、これボディサイズはね、11インチなんですよ、約。だけどもうこのフレームの薄さですよ。だからね、この11インチサイズのものであれば、結構ね、小さめのこういったカバンにもさ、すっぽり入るから、この持ち運びが便利っていうのはあるよね。そんでね、ちょっとね、すごく細かいことになってくるんですけども、やっぱね、こうやってキーボードを打つ上で大切なのがね、そう、このキーボード部分でございますよ。いや、もちろんね、人によってね、好き好みあると思うんですけども、押し心地というとね、うん、キーストロークは浅めでちょい固め。まあこうやってね、タイピングして気持ちのいい弾力でございます。そんでこちらですね、見ていただくと分かるように、ピッチが十分空いているフルサイズのキーボードです。ただですね、皆さんが心配してると思うのは、これだけコンパクトな個体になると、CPU 的なものとか心配になるんではないでしょうか。まあそこでね、ちょっとフォトショップでもいじってみましょうか。これ、はい、ちょっとソフト立ち上げてみたんですけども、この通りでございます。起動もね、特に遅いこともなく、そんでこれカズさんなんですけども、美しいですね。色調補正とかポイってかけてみても、うん、いや、これ結構コンパクトな個体でもある程度の性能は備えてるんですよ。これシステムの方確認すると、ポイ、はい、こちらですね、このボディに、Core i7 が入っておりますね。いや、私ですね、以前、軽量なノートパソコンも持ってたんですけども、やっぱりですね、若干のその CPU の非力さが出てしまって、手放してしまったっていう経緯があったんですよ。だからね、これ Core i7 だったらちょっとね、安心感が出てくると思います。はい、今ですね、動画編集ソフトプレミアを開いてるんですけども、まあ、こちらですね、SSD 搭載ということもあり、読み込みとかもね、特に問題ないんじゃないのかな。うん。うん、結構スルスルいきますよね。まあ普通にですね、動画編集などもできるような仕様ではございます。あ、そんで書き出しどうなんだろう。やっぱね、本格的な、動画編集用マシンじゃないので、まあそこまで速さに期待はできないと思うけども、約3分35秒の動画で書き出しポイッと押すと、今約7分ぐらいが出ておりますね。
まあ皆さんもね、小さなマシンでね、動画書き出しとかされる方いると思うんですけども、まあまあな感じではありますよね。そんでね、今ちょっとね、久々にブログとかも書いてみてるんですけども、やっぱね、このタイピングの、このキーボードって大切だよね。多分長く打っていて疲れにくい感じです。はい、とまあこんな感じで使ってみたんですけども、やっぱりですね、ポイントはこの大きさでそれなりの CPU 能力、やっぱりね、 Core i7 は大きいよね。ただですね、注意点といたしましては、こちらですね、バリバリのゲーミング用ノート PC ではないんですよ。だからね、フル HD でバリバリの 3D でなおかつ 60fps 出すっていうのはね、かなり難しいかとは思います。まあそういった時はですね、本気のゲーミング用ノート PC、エイリアンウェアとかでございますね。まあ重量がね、まあ大体2倍3倍にはなりますけども、まあ 3D バリバリのやつ使うんだったらそっちの方がいいかとは思います。まあただね、ある程度の能力はあるので、簡単な 3D ゲームであればね、こちらでも問題なくプレイできるし、先ほど言ったちょっと処理の重ための動画編集とか画像加工もできるようになっております。はい、とまあですね、今回こんな感じで紹介させていただいたんですけども、基本的に、ノートパソコン、まあパソコンというのは、用途に合ったものをですね、選ぶといいんでございますよ。まあ 3D バリバリの時はね、先ほども言ったようにゲーミングノート PC でございますね。まあそちらがいいかとは思いますけども、まあブログ書いたりレポート書いたりとか、まあちょっとした画像加工動画編集程度であれば、今回紹介したこのノート PC はですね、かなりいいかとは思います。今回紹介したパソコンの詳しい詳細はね、下の概要欄の方にリンク貼り付けておきますので、まあもしよかったら見てみてください。以上ですね、XPS13 のご紹介でございました。